車の取説。ボルボ V60。 ボルボの主力ステーションワゴン V60 とクロスオーバー仕様の V60 クロスカントリーは、知性や上質なライフスタイルを想起させる大人の選択肢。初代はスポーティーかつ流麗なデザインが印象的でしたが、現行の2代目ではスクエアなリアセクションへと原点回帰し、ボルボ伝統のエステートを再定義しています。ラインナップは 48V ハイブリッド仕様の B4 と B5、 プラグインハイブリッド仕様の T6AWD を設定。装備の違いによりプラスやアルティメイトといったグレードも用意されています。価格帯は539万円から859万円となります。パワートレーンはすべて電動化され、 WLTC モード燃費の最良値は FF 車がリッター 15.4キロ、 PHEV 車がリッター 15.6キロ、 V60 クロスカントリーは 4WD 車のみとなります。今回はプラグインハイブリッド仕様の T6AWD で、高速道路と一般道をおよそ190キロ走行しましたが、メーター表示の実燃費はリッター 14.7 キロでした。運転支援システムは合計16種類以上の機能を備えたインテリセーフを標準装備。革新的かつ人に優しい安全のボルボは、進化の歩みを止めることはありません。ボディサイズは全長4760ミリ、ホイールベース2870ミリ、全高1435ミリ、全幅1850ミリ。最低地上高はV60 が145ミリ、 V60 クロスカントリーでは余裕の205ミリを確保しています。エクステリアは洗練されたスカンジナビアンデザインとエステートならではの機能性を融合。大人の余裕と知性を感じさせるスタイルはボルボの真骨頂と言えるでしょう。インテリアは手袋をしたままでも操作可能な9インチのセンターディスプレイや、上級モデルの90シリーズと同じ構造のフロントシートなどを採用。北欧テイストのデザインやすっきりとまとまった操作系が、上質かつ居心地のいい空間を演出しています。後席は6対4の分割化等式。居住スペースはゆとり十分で、ロングドライブも快適に過ごせることでしょう。後席を使用しないときはヘッドレストを前倒しして後方視界を広げることもできます。エステート作りの伝統を感じさせるラゲッジルームは、広さも使い勝手もクラストップレベル。標準装備となる電動テールゲートをはじめ、垂直に引き起こして使えるフロアボードや床下収納、センタートンネル、多彩なフックや固定ベルトなどを備えます。ドリンクホルダーは合計6箇所、 USB ソケットは合計4つ標準装備します。今回試乗した T6AWD は2リッターの直噴ガソリンターボエンジンに8速 AT と前後モーターを組み合わせたプラグインハイブリッドを搭載。フル充電からの EV 最大航続距離はおよそ70キロで、普段はほぼ EV として使いながら、ロングドライブではハイブリッドの利点をフル活用した走りが楽しめます。充電方式は普通充電のみに対応。滑らかな加速や優れた静粛性、床下に敷き詰められたバッテリーによる低重心感も印象的です。
東京湾アクアラインを時速70キロで巡航している時の車内の騒音レベルは59デシベル程度でした。現行ボルボのエントリーワゴンとなる V60 と V60 クロスカントリーは、四角いボルボの伝統を受け継ぎながら、最先端の技術やセンス、人への優しさを昇華。他の欧州車とは全く異なる北欧ブランドの個性は、安全性や癒しが求められる時代にもマッチしています。